北小金駅。北小金駅は、千葉県松戸市小金にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線の駅である。北小金駅の事務官コードは、44万1110である。旅客駅には、常磐線の観光線、東京メトロ千代田線の売り入れを走る、各駅停車のみが停車する。駅番号は、JL26。このほか快速線から、 武蔵野線支線、北小金支線が分岐しているが、分岐箇所は、馬橋駅構内の扱いである。武蔵野線支線を走行するのは、その大部分が、貨物列車である。臨時で、旅客列車が走行する場合もあるが、その場合の運賃計算は新松戸駅経由の扱いになる。なお、当駅の所属線は、常磐線である。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、 京城駅舎を有している。南側2線の観光線上にホームがある。北側2線は快速線であり、ホームは設置されていない。業務委託駅、JR 東日本ステーションサービス委託で新松戸駅が当駅を管理している。かつては緑の窓口が設置されていたが、2009年8月19日をもって閉鎖された。指定席券売機、 スイカ対応自動改札機設置駅。バリアフリー設備として、ホームと改札外を連絡するエスカレーターが上り、下りで、各1台ずつ及びエレベーターが1機、駅南側地上と改札外を連絡するエレベーターが1機設置されている。また、ホーム中央に待合室が設置されている。A 楽電気製の発車メロディを使用している。なお、いずれも、フルコーラスは、 約45秒あり、最後まで流れることは滅多にない。常磐観光線で駆け込み乗車を減らす有効性を確認する実験のため、2018年8月1日より発車促進メロディを導入し、当駅の発車メロディの使用を停止している。2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は24,552人である。かつて、 松戸市内の常磐線の駅では乗降客数が最下位であったが近年は北松戸駅、馬橋駅を抜いて第3位であった。なお2014年現在では松戸駅、新松戸駅、馬橋駅に次ぐ第4位となっている。駅周辺地区は1990年代頃からいわゆる虫食い開発でマンションが増加した。また、 小金原団地方面など路線バスからの乗り換えも多い。JR 東日本及び千葉県東経年間によると、1日の平均乗車人員の推移は以下の通りである。東駅周辺は歴史が古く、駅周辺には大小を合わせて神社や人員の数が多い。とりわけ、本土寺と東禅寺はどちらも名札とされるが、それぞれ紫陽花、しだれ桜の名所として、 観光面で知られており、当駅出口には出口名称よりも対象されているという特徴がある。毎年6月のアジサイシーズンには当駅も見物客の乗降で賑わう。また、駅南方の旧三戸街道小金宿は、江戸時代の宿場町として栄えた古い市街地である。当駅は、旧三戸街道、旧、八坂神社前より、本土寺に至る山道の途中に建設された。 地方自治の面でも、松戸市と合併するまでは、東葛飾郡小金町の中心であった。なお、北小金と称する地名は、歴史的にも存在しない。当駅近傍には、再開発ビル、雑居ビル、寺院等、集合住宅など様々な用途の建造物が、混在しており、駅出口から見ると、古い建造物は目立ちがたくなっている。駅より、 徒歩10分圏内には、古い集落と、新興住宅地、一部畑や林などがある。北、南方面は大地、東、西方面は低地である。東方面は、流山、柏漁師境にも近い。低地には、田に田、伝、大地には畑や山林を宅地化したところがいくつか存在する。駅舎はもともと、小金市街の方に向いた南側にあり、 京城駅となってからも、駅前広場は南側にしかない。ゆえに、南口の名称は、地元住民の日常生活においてほとんど聞かれる、ことはない。駅前といえば、南側を指す場合が多い。駅前に飲み雑居ビルと、小さな商店街がある。目立たないが、駅前に、寺院もある。駅前再開発後は、駅舎前にある、北小金駅停留所から、 小金原団地線が発着している。それ以前の小金原団地線は、北小金駅入口、現在の水穂銀行北小金支店付近、その後現在のピコティ東間南付近に、臨時移設バス停が、き終点であった。また、2006年3月16日の小金原団地線、馬橋駅入口系統廃止に伴い新設された、貝の花小循館が乗り入れ、 常磐線の駅と小金原地区を結ぶバス路線は当駅に集約一本化された。同時に西新田経由旧、五光北線でも小金原に乗り入れている。その他、この地域有数のコンサートホール森のホール21へ直通する路線もかつて存在していた2015年3月に新松戸駅に行き先が変更された。また新京成バスでは バス案内所業の深夜バスが運行されている、料金は倍。かつて、新京成電鉄、当時の路線においては、西日田、光が丘経由で、五甲駅、東部は南柏駅入口経由で、柏車庫、その後柏駅東口、駅入口までの路線系統があったが、後に短縮されている。また、1980年代前半までは、 馬橋駅へ行く神経性電鉄、当時の系統があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。